マナ吉さん、いらっしゃい。マナ吉さん、ヤン吉さん、あ、ヤン吉さんだ。マナ吉は違うの。マナ吉はとある、とある、とあるさんだ。シブレンさん、いらっしゃい。タカモさん、いらっしゃい。ごっくんちょうた救世主。じゃあ僕は裏で、はい、よろしくお願いします。西島秀樹って誰の名前文字ってんの。サッチさん、誕生日おめでとうございます。坊さん、いらっしゃい。カウボーイさん、いらっしゃい。コインありがとうございます。あ、皆さん課金してください。オープニングの話、今日嬉しいことがあったな。カブさんもコイン、スプリンさんもコインありがとうございます。何をやりこうか。フィルコリンズさん、いらっしゃい。マイクチェック1、2、ヒフミズバー、イエー。ごさんもコインありがとうございます。あ、コインいっぱいだ。ありがとう、ありがとう、皆さんありがとうございます。よいしょ。1分前、俺は準備で、沖縄です。さあ、いらっしゃい。一番取れず、今日遅くない？車も納車しました。はい、納車しましたよ。待って、準備はできてるのか。俺は曲の準備、曲の準備できてなかった。今日バイクの話ですよ。ヤンポーさん、いらっしゃい。さあ、どうでしょう。そんな話しますよ。ちょうどね、何だったんだかな、何の話したんだったかな、今日のティーサージじゃねえな、マイタのエンジョイエブリデイ、マイタの放送終わりにティーサージのヒープーさんとクロストークやってるシーンがあったんですけど、そこでね、何の話か、その話になったのかちょっと覚えてないんですけど、かかずゆりちゃんがヒープーさんに何か感謝をしてるエピソードみたいなのを聞いたのかな。そしたらヒープーさんが番組のピンチヒッターに感謝してるって話をしたんですよ。そうだったので、ああそうだったな、昔リスナーさんでピンチヒッターした方もいたなと思い出しながら話聞いてたら、ゆりちゃんが私もやりたいですヒープーさんって言ったらスルーしたんですよ。そしたら僕それを聞いて、ヒープさんこの番組出たことあるじゃないですか。で、木曜日のティーサージのディレクターって大城くまさんで、 FM 那覇でディレクターもやってる方で、顔見知りの後輩なんですよ、首里の。なんでもしかしたらっていうのがあったので試しに書いたら読まれたんです。木曜日だったらピンチヒッターできますよって。そしたらヒープさんが爆笑してからディレクターたちに、分からんど、オファー来るかもどという話を、12時35分頃やってましたんで聞いてみてください。9月28日開店277日目、277日目、本日も順調にオープンしましたひふみーず。ブー、本日のみーぐちさんはこの方だ。ヤンキチさん、おめでとう。ごっくんちょーい。ミンガーさん、今夜ありがとうございます。ナルトロさん、いらっしゃい。今日は変わりやすい天気でしたね。そうですね、ナンパチ行きました、ナンパチ行きました。さっぱりです、それからそれから、あとで、ティアムラさんもいらっしゃい。パパヤさん、いらっしゃい。あ、
パパヤさん、またメールするの忘れてた。リツイートまでしたの、リツイート。ああ、もう 俺ってダメなやつ。高本さんも今夜ありがとうございます。皆さん今夜ありがとうございます。山内さん、僕の番組ではこんなにいっぱいコインを献金してもらってますよ。いや、MBQ のために僕は頑張ってますあ、来週のテーマご褒美、山内さんのご褒美はひふみずば放送中の皆さんのコインです。今宵はバイクの話と聞いて、そう、あ、TMR さんバイク好き？バイクのこと語ってること語って、俺どこまで分かるか分からんけど、放送に喋れない話を一つしましょうね。多分今日これやる時間、あ、やるかな。僕中3の時ね、最初に買ったバイクが中3なんですよ。買ったっていうか買わされたんですけど、人も払ってないんですけど。ルーさん今日一人飲みしてますよ。何の話？ヤホーさん、一人ツイキャスしながら飲んでるんだ、ルルさん。皮膚水場おいでよ。面白いゲストさん紹介しますよ。そうそう、ケンチョウおじさんもやってた。ケンチョウおじさんとは違う。私のバイクは、GPZ 900は、おお、忍者と呼ばれる。忍者の900、いいね。あ、ヒンガーさんバイクどんな改造してたか教えて。三段シートで三連本は、旗立て屋をつけたんでしょ。あれなんて言えば正式名称、ネットで探そうと思ったらなんてググったらヒットするんですか。いやもう本当にね、いろんな話が混ざるんですけど、今日はね楽しくなりますよ。直樹屋さんだしバイクの話ですし、オートバイ、僕は中型持ってます、もう大人になって取りました、ある理由で、はい、元嫁に取らされました。ダンサーさん、あ、スクーターを持ってたら廃車になってしまうんです。ダンサーさんバイクのイメージないな。でも乗るんだったらあれな、顔じゃ似合いそうだな。あ、ヒンガさん、TR の皆さんも僕も敵やか、おー、言えない。そこで話盛り上がってください、どんどん。始めます。この間に止まれると、あ、喉飴忘れた。本番直前炭酸飲んだらゲップですよ。ほら、西町では牛乳ごっくんちょ、久文字ではいい人キャラ、公安ではヌーガラポイポイ、読谷ではゲストという名のレギュラーを獲得。そんなラジオ好きなおじさんが昔撮った絹塚リアルなバーをオープンすることを夢見るが、それができずにラジオにオープンした仮想のバー、皮膚水バー、今宵も高らかにオープンです。エコ入れるの忘れた。オープンです。はぁ、気持ちいいはい、番組始めていきますよ。皮膚水バーではラジオをお聞きのあなたが常連客、私がマスターとなってビップルームにリアルにご来店のゲストさんに絡めたテーマや常連客から寄せられたお悩みをカウンター越しにみんなで解決したりする番組です。この番組は仮想ラジオバーです。ご来店方法は2つ。まずはメール。メールアドレスは 123hwmb@gmail.com、次にツイキャス、無料のツイキャスアプリから入店できます。ツイキャスでご来店のお客様を当店ではツイ客とお呼びしております。また FM ギノワンでも、YouTube ライブ、 FM ギノワンでは YouTube ライブでも当店の映像と音声をネットで配信しております。 FM ギノワンのホームページからも入店できます。してから230放送もやってます。リスラジもしくはマイチューナーラジオアプリからも音声を楽しめます。パソコンでお聞きの方は FM ギドワンのホームページからも入店できますので、この後22時56分頃まで当店マスター、私ひふみとカウンター越しのおしゃべりを楽しんでください。いやー楽しいね。もう
もうね、今日テーマがバイクっていうことでツイキャスまで盛り上がってるんですけども、わからん文字が出てきたよ、ワードが。 A6 逆車ってなんだ、あとでやってもさ、ひふみずバー、先週のひふみずバーではですね、ゲストさんがちょっと来れなくなったということで、久しぶりのゲストナッシングのマスターソロ放送ということで、これって自分だけっていうテーマでお送りしました。それよりもですよ、バンカチックな曲のオールリクエスト特集ってやったら、もうその曲のリクエストの募集の方がね、応募がいっぱい来たので、リクエストが来て、最後はね、BGM でかけるのが精一杯。あんなに、そうなんだよな、結構ね、2時間番組でね、リクエスト取って何曲かけられるかっていうのを計算したことないんで、ね、全く未知数でそのままやってたらね、まあまあ時間取られたっていうことだったんです。後半、曲カットしたり BGM にしたりして、なんとかリクエスト来た曲全曲かけることができました。ありがとうございます。ちょうどいいぐらいのリクエストの量でしたね。まあまあまあ、そして皆さん楽しんでいただけたみたいで、日本語の曲も多かったけど、リクエスト特集もやっぱり楽しいですね。でも本当にね、この一人で喋りながら、一人でミキサーでボリューム調整して曲かけて、で、さらにその検索しながらっていう、曲探しながらっていうのね、これまあ、やってる人ほとんどいないですよ。普通の人が多分できないと思いますよ。昨日は喋りに熱中して、エコさんから薪が入ってしまった自分。ね。そうなんですよ。巻き入れる人が長いっていう話ですよ。先週、昨日の話。番組の告知がいっぱい来たな。さあ、そして今夜のひふみずバーにはですね、2回目かな3回目かな、この方、読谷のロックスター直樹こと、島袋直樹さんがご来店いたします。最近ね、音楽活動よりもね、ハマっているのがバイクということで、バイクいじりらしくて、今夜もそんな直樹さんにバイクいじりの、楽しみ方をお伺いしようかと思っております。まあ知る人はいないと思いますけども、直樹屋さんのガレージっていうのは、しかもすごいでかくて、10トントラックね、あれ5台ぐらい入るんですよ。そこで現地でいじってますけどね。ということで、今夜のひふみずバーのテーマは、バイク。バイク。オートバイね。マスターがこれまで乗ったことあるのは、パッソル。DJ1、BWiz、そして、時代を終えてマジェスティぐらいかな。あと他にも、僕なんか高校の時はジョグ、タクト、タクティ、覚えてる人いるかな？ビート、漢字一文字のランとかね。他にも、ゲンチャリ以外に改造バイク、カスタム、ド、ノーマルがいいとか、カブ号とか、ビッグスクーターとか、ハーレーとか、旧車、オフロード、モトクロス、レース、見るだけなど、バイク乗らなくても、オートレースとか、ハンドルがね、最初から曲がった、長さが違うのとかね、あるので、そのレースとか見るのも好きですよとかっていう一つ、何でもいいです。バイクに関するメールだったら何でもいいです。バイク好きな方、その魅力を好きなだけ語ってください。で、ついででもいいです。直樹屋さんにも応援のメッセージとか、質問とかのメッセージ、待ってますよ。そんなすべてのメールはこちらまで。123hwmb@gmail.com。いつもね、早口なんですよ。昨日はね、花天国にクイズで挑戦して負けたんですけど、後から聞いたら僕ずっと早口で喋ってて、何言ってるか分からなかった。なので、今のも分かりにくかったと思います。だから、ひふみずバーのメールアドレスをゆっくり、丁寧に、政府より丁寧に説明させていただきます。ひふみずバーのメールはこちら。メールアドレスはこちら。数字の1、2、3、アルファベットの小文字で hwmb@gmail.com です。さあ、ということで、この放送は結成20周年ライブは超満員の大成功でした。
体の不調は骨の歪みから。そんなシャオルントゥーザスカイのギターボーカル魂さんが所長、 HST や骨格調整所月の庭、ロハスという思想、そして未来に存在可能な住宅デザイン性を加味した沖縄型サスティナブルハウスを建築していくことを使命として設計施工をしています IMI コーポレーション。沖縄県内こってり濃厚魚介スープつけ麺専門店、他店では絶対真似のできないこだわり抜いた自慢のスープとコシのある太麺はお客様を裏切らない一品です。麺どころ夢の屋、楽しくなければ仕事じゃない、そんなシャゼの楽しい企業だから何食べても美味しい、ぜんざいの富士屋、ダルチザン、フラットヘッド、トイズマッコイ、桃太郎ジーンズ、サムライジーンズなどのジャパニーズデニムをはじめ、沖縄県内で作られているダブルボランチ、そんな良質なアイテムを取り揃えております。ブルーファーストスター、屋上テラスからはケラマ諸島が見渡せるナイスビューな庭園もご利用いただけます。在宅復帰を目指す入所施設、介護老人保健施設、シルバーピア式な、大変長らくお待たせいたしました、宜野湾サマシタ店営業再開しました。読谷本店、ライカム、ラーメンプレス店もごひいきに、麺屋8連。横浜中華街のアートギャラリー&ライブスペースで毎週末イベントを行っています、ヒーフーミズバーの横浜支店アートバブー146、丁寧に手作業で下処理された牛肉は溶岩石プレートに乗せてレアでご提供、分厚くてこれぞステーキと思わせる肉の塊は時間経過とともに焼かれていくのも楽しみの一つ、やっぱりステーキマカビ店。パンだけじゃない、ケーキや焼き菓子も本当に美味しいんですよ、ぜひ一度お試しください。ブーランジェリーパティスリー今井パン、コンビニや大手スーパーでは味わえないアットホームな田舎の雰囲気も売りの一つ、元部長先元部にある個人商店和久川商店、心地よい海風と波音を BGM にアグー豚や霜降り和牛などの素材を使ったワンランク上の船上バーベキューもお楽しみいただけます。クルーズ船モビーディック号、水中観光船オルカ号のことならここ、有限会社ウエストマリン、ナンは土釜で一枚一枚丁寧に焼き上げた自家製のナン、肉、魚介類、野菜など使用する所在に合わせた数十種類のスパイスは体にも優しく美容効果も抜群です。本場の味、本物の味をご賞味ください。茶谷にあるカレーが美味しいアジアンダイニングレストランアダニー、以上各社の提供でお送りいたします。アダニー、会場貸しもやってます、貸し切りパーティーとか結婚式の二次会とか、結構ね、お客さん人入るのでね、いいなーって感じですよ。ステージはないんですけど、ステージみたいに使えるスペースもあるので、ぜひ皆さんお問い合わせください。それからですね、ウエストマリン、11月11日に、第9回フォーク&昭和ソングの、クルージングをやります。こちらは出演が山子、うちの姉ですね、山子と、大城智也率いる、オールコネクトということで、僕カホンで智也と一緒にまた、参戦させていただきます。フォークソング、いろんな昔の懐かしい曲ですね、それと昭和ソングも、生演奏を聴きながら、モビーディック号の船内で作られた、船内にある厨房で作られた新鮮な出来たてのお料理を楽しみながら、お酒、ワインもあるし、チューハイもあるし、青森もビールも、まあ第3のビールですけども、ある、すべて飲み放題となって、お一人様大人、5900円で、あります。11月11日土曜日8時半出港です。ぜひ皆さん、お遊びに来てください。よろしくお願いします。お問い合わせは、有限会社ウエストマリンと、あと僕の SNS、DM でも、できます。で、おすすめなのがですね、フォークソング、たまらないですよ。行くか行かんかわからないって言って、ギリギリになって予約しようとしたら、もう予約取れなかったりっていう方が結構いらっしゃるので、皆さんに、おすすめしてるのは、行く可能性がある方は、とりあえず一回予約入れて、
後からキャンセルしたらって言ってますんで、ぜひ皆さん予定が、あ、行きたいな、予定なんとか行けそうだな、でもはっきりわからんなっていう方は、あの仮予約みたいな形で一旦予約して、後からキャンセルする形で、あの狙ってみてください。ぜひ、これね、チケットね、売れ始めたらポンポンポンって、満席になる可能性もあるので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。さあ、ひふみずバーではですね、ひふみずバーではですね、ではなくて、FM ギノワンでは、毎回生放送の番組を放送す、放送が始まるとですね、YouTube の生ライブもやりますし、ツイキャスというアプリで動画配信もやってます。スタジオの様子が今見て、見えます。今、ツイキャスを開くと、イケメンのひふみさんが喋ってますから、ぜひ皆さん、画面開いてみてください。先週みたいにね、アップになってないんでちょうどいいぐらいだと思いますよ。前は出てますけど。そんな、ツイキャスの最初のコメントはこちら。ひふみずばではその、ツイキャスの、配信と同時に最初に来た、最初のコメントに、最初にコメントした方を、もうすごいよな、この番組っていうか、僕が最初の煽りでいっぱいコメント来る。煽りっていうな。そう、コメントがね、最初に来た方をね、三口さんと言ってお祝いしてるんですけども、本日の三口さんはこの方、ヤン吉さんです。おめでとうございます。マスター直樹屋さん、キャンチー、こんばんごっくんちょ。はい、こんばんごっくんちょ。いらっしゃいませな、ヤン吉さん。三口さんです。おめでとうございます。その次に来ているのが高間さん。ごっくんちょウォーター救世主のひふみさん、こんばんは。はい、こんばんは。さっきの番組ですね、8時から の綿抜きかなのガトリングラジオ放送中に聞いたら水ないっていうからごっくんちょウォーター差し入れさせていただきました。救世主です僕が。その次に来てるのがシュプリムさん。ごくんちょマスターバーティンさん、通りすがりの招き屋さん、寝巻き屋さん、違います。通客の皆さん、こんばんごくんちょ。初見のサイジバヒデキです。これ元の名前がねピンときてないんだよね。サイジバヒデキで読み方も当たってる。西事情か、西城秀樹さんです。西事情秀樹だ、失礼しました。いらっしゃいませ。シプリムさん、からお預かりしたカメラで、また追加で写真いっぱい撮ってますんで、来週の月曜日にまた遅れたら送ります。メールするの忘れるんだよな。でそれから次来てるのがサッチーさん、こんばんごくんちょと。はい、こんばんごくんちょ。サッチーさん誕生日おめでとうございます。39歳って言った今日ね。9月の28日、サッチーさん誕生日です。おめでとうございます。いいね、誕生日。お祝いしてますか？喧嘩しないでくださいよ。二人ともお酒飲んで、奥さん、旦那とね、喧嘩したりするみたいなので、ね、気をつけてください。旦那さん、優しくよ、誕生日だから。喧嘩しないよ。はい、はいはいって言うこと聞くんだよ。誕生日ぐらいは。埼玉の子さん来てます。マスター直樹さん、こんばんは、埼玉です。どんな人、埼玉です。あ、間違った。いらっしゃい。カーボーイさん来てます。ひみさん、キャンさん、ゲストの直樹屋さん、こんばんワン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 、こんばんワン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 、うるる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 。今日は、大地のところは雨降って、魂さんのところ行ったら、太陽カンカンで、暑くて、またお家帰ってきたら雨降って、なんて天気だ。そう、天気ってこんなもんです。降ったり止んだり。沖縄は特にね、この時期ね、傾い、本当に車が汚れるよ、降り方ばっかりしやがってな。車好きにはたまらんよな。はい、いらっしゃい。カーボーイさん怒られてみて。それから皆さんのコインがずらーっといっぱい投げられてね、その間に名古屋ダンサーズ来てますよ。ダンサーズさん、こんばんは。フィルコリンズでございます。フィルコリンズでございます。このね、早く喋ろうとするから僕言葉も噛むし、言葉が潰れて何言ってるかわからない。ゆっくり喋りましょう。はい、ダンサーズさん、いらっしゃいませ。それから沖縄大好きさん、こんばんごっくんちょー。一番取れずクーって来てますね。はい、残念でした。いらっしゃい。カウボーイさん、車も納車しました。はい、納車しました。はい、しましたよ。ヤンポーさん、こんばんごっくんちょ。ところで T サージをジャックするば。いやー、ジャックというかね、ヤンポーさんはラジオリスナー歴がね、まだね、僕たちからするとまだまだ浅いんでわからないと思うんですけど、過去に T サージをね、さっきね、カウボーイさんも書いてたんですけども、過去にね、ヒープーさんのピンチヒッターでリスナーさんが喋った回があるんですよ。
で後で出てきますけど、カーボーイさんがケンちゃんおじさんって書いてたんですけど、ケンちゃんおじさんもやってたかな。ケンちゃんおじさんはそのまま今レギュラーで番組持つようになったんですけども、名前が似てるコーヒーやケンちゃんという方が喋ってました。なので喋りたいなと思ってメールしたら、あるかもよって言ってくれたんで、ヒップさん期待してます、おしろ D さん期待してます、前川社長よろしくお願いします。あもうねよろしくお願いします。 TMR さん、ごっくんちょーって来てます。はい、ごっくんちょーいらっしゃい。ヒンガーさん、コロナで半分死んでいるヒンガーでご、あ、いらっしゃい。今コロナかかってるデイズだな。この時期のコロナきついらしいな。気をつけてくださいよ、若くないんだから。本当にマジか。あ、いや、お大事にですよ。きつくなったら横になって眠ってくださいよ。沖縄大好きさん、違うんす、これには浅いわけが、浅いわけかい。電池切れて終電して復活したと思ったらネット環境悪くて、やっと復活してこれっす、バンバンね。一番取れなかった理由でした。ダンパチ行きましたっていうの、ヤンキーさん、そう、今日久しぶりにダンパチ行きましたよ。ナルトラさん来てます、いらっしゃい、お疲れ様です。今日は変わりやすい天気でしたね。そうですね。そして、それからパパヤさん、今夜も元気に、こんばんは。旦那が帰ってくるまでお邪魔しまちょ。楽しいな、楽しいな、音で遊べるってね。いらっしゃいませ、パパヤさん、それからヤンポーさん、あ、こちらのこちらの会話でしたね。 TMR さん、今宵はバイクの話と聞いて、ハートね、バイク好きだし、あ、なんかこれなんか、あ、びっくりした、広告が開いた。バイク好きにはたまらない話をいっぱいしましょう。僕あんまりバイク詳しくないんですけど、全く知らないわけでもないね、あ、ですので、ぜひ皆さんメール待ってます。あ、メールいっぱい来た、よろしくお願いします。メールも待ってますよ。パパヤさん、来週のテーマはご褒美です、よろしくご訓長ということで、パパヤさんの番組ですね、今日12時からある、スリープビートの来週のテーマはご褒美です。皆さんメールをよろしくお願いします。後でね、告知が来ると思うんですけども、ヤンポーさん、ルルさん今日一人飲みしてますよ。はーい。写真でも撮ってあげてください。カウボーイさん、そういえば今年ヒープーさん夏休み取りましたっけね。ひふみさんも確かに2時間番組ですからね、面白そうとかね、そう言っていただけると嬉しいんですけど、カボエさん、ここに書くんじゃなくてティーサージにそれ書いて送って。よろしくよ、お願いしますよ。 TMR さん、私のバイクは GPZ900R 忍者と呼ばれるバイクです。で、それに来たらね、またね、ヒンガーさんも、 TMR さん、僕も 900R です。もう限定会場の話が始まりました。ダンサーズさん、スクーター廃車になってしまいました。いや、もう気をつけてくださいよ。高坊さん、こんばんは、バイク巻きです。違うね、あれマイク巻きだな。パパヤさん、今夜0時からのスリップビート、今夜のテーマはバーペーパードライバー歴27年の私がお世話になっている公共交通機関、あ、そうそうそう、バスタクシーとかの話ね。僕バス乗るたんびに座れないんですよ、座席が狭くて、足長いさね。来週のテーマはご褒美です。スリップビートのメールアドレスがこちら、slipbeat24@gmail.com、 ご褒美でメールしてあげてください。こんばんは、バイク、高坊さん読んだこれ。9人のバーバさん、いらっしゃい。こんばんはと来てますよ。こんばんは、いらっしゃいませ。ヒンガーさん、これもうこっからわからなくなった。A6 逆車です。はい、わかりません。次、カーボーイさん、バイク川崎、バイクブンブン。わかりません。サッチーさん、来週月曜日は気まぐれラジオの収録日です。10月8日放送分のテーマが居酒屋エピソードです。気まぐれアットマークサッチーアット、あ、気まぐれドットサッチーアットマークgmail.comか、サーチーの X の DM まで送ってください。居酒屋エピソード、今浮かんだのは、カネディアンロッジっていう昔国際通りにあった居酒屋で、少し離れた席のニーニーと目が合ったらヌーって言われて喧嘩だった。
浮かせよ。おかしないですね。はい、それから、ナルトラさん。昨日は、喋りに熱中して、エコさんから巻きが入ってしまった自分。そんなフリムンラジオ、来週10月4日は、秋の味覚といえばでお待ちしておりますということで、これ、急に、キャンさん ?YouTube 大丈夫 ?YouTube が止まったみたい。うん。OK。だそうです。秋の味覚といえばでお待ちしているそうですよ。来週のゲストさんのヒント、先日 RBC のミュージックシャワーにもゲスト出演していた朝のあの人、誰だ、ビッグゲストだな、予感だな。告知続きます。長野ダンサーズさん、 FM 沖縄毎週火曜日22時からの放送中のリモートプログラム杞憂名古屋、次回のテーマ体力です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。わかりやすいですね、メアド分かりやすいの最高ですね。皆さんメールしてあげてください。僕もやらんといけない。高尾さん、民謡歌手の松田勝利さんも大型二輪を乗りこなしてますよ。そうなんですよ、うん、デジ二輪じゃね、今そう、バイカーになってます。ナルトさん、10月14日トロピカルビーチのビーチパーティーのご参加をお待ちしています。12時から20時までお肉食べたい人は参加料3000円、10月7日頃までに参加希望してください。俺行くって言ってよね、ナルトさん、僕参加予定に入れてくださいよ。長野ダンサーさん、アドレス V125 が廃車になりました。何したんすか。カブボシさん、直木屋さん、金曜日にアウトプット行ったらメガネ、行ったらしいね、メカ藤子さんたちに、みたいににぎやかに見る録かなと思ったら、なんか静かだったって言ってたよ、胸さんが。そう、直樹さんね、あの時静かだったんですよ。寂しかったんだなと思って。ヒンガーさん、直樹屋さんってバイク好きなんですね、ロックとバイクとエアガンをセット。そんな話になるんでしょうか。TMR さん、 F1 日本 GP 終了しました。モート GP ジャパンは明日よりです。楽しみ。僕はね、フレディスペンサー世代です。はい、岐阜のキュニのバーバさん、今日のゲストは直樹屋さんなんですね。今日も賑やかになりそうというか、はい、賑やかになりますよ。ダンサーズさん、杞憂名古屋放送開始4周年イベント、杞憂名古坊、開催決定、MC 滑り王子マスクマン、味噌煮込みスキー、名古屋ダンサーズ、スペシャル MC、きんぴらごぼう、11月17日、19時会場、19時30分開始。お、これ何？どこでやるの？面白そうだな。ダンサーズさん、場所は名古屋栄の青森国会、マイル券5900円、飲み食べ放題当日6500円、お申し込みお問い合わせはイベントアット q.nagoya。 はし、こんなメールお申し込みフォーム、あ、いいや、これ後で皆さん、名古屋まで行けんの。9人のババさん、ひふみさん、ふるさと納税ですが富士屋ぜんざい届きました。あ、よかった、やっぱり美味しい。明日注文、また注文します。ありがとうございます。ふるさと納税で富士屋がいただきます。皆さん、沖縄に税金を僕の分までよろしくお願いします。 TMR さん、昭和フォークたまらんですの。もうたまらんですよ。ヒンガさん、昭和フォーク行く予定してます。これマジで、一回 DM ください。予約、仮予約入れましょう。本当にね、席早いもの勝ちじゃなくなったりするんですよ。こんばんは、フォークソンククルーズ以前参加しましたかっていうのは、味噌煮込みスキーさん、参加する方がたくさんでした。年齢層も幅広い、お客様がドレスアップして華やか、バースデー記念でいらしている方もいました。いたね、そうそうそう。久しぶりに友也と会いたい、喋りたい、もう友也にも会えますよ。ぜひ皆さん来てください。ヤンポーさん、陸海空さん、夏メルでサッチに誕生日メッセージしてて、おー、いいね。おめでとうございます。シーサーさん、こんばんは、ごくんちょ、いらっしゃいます。ナルトロさん、絶対聞く、そうじゃなくて聞けや。もうコメントいっぱいだな。若かりし頃、ヤマハのオフロードバイクに乗って日本一長い、ミスト走道路、四国にある、剣山スーパー林道ガンガン行ってました。もう本物だな。いや、皆さん、OK、ナルトさん、ありがとうございます。ということで、ヒーフミズチョイスを聞いてください。今夜のゲストの直樹屋さんの曲いきましょう。なんと、知らなかったんですよ。検索したらこの曲にヒットしたっていうね、直樹屋さんの曲で、今年の6月発表した曲です。なんだっけ、
too young to be おじさんおばさんです。どうぞ。本日のゲストはこちらの方です。自己紹介をお願いいたします。皆さんこんばんは、読谷村から来ました直木屋と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、曲がかぶってた大丈夫、今大丈夫、すいません、失礼しました、はいはい、あの BGM では直木屋さんのベニーモタウンがかかっております、はい、
よろしくお願いします。この曲は FM 読みたい以外で聞くのなかなかないですよね。ですねこれこれはオリジナルで、うん、FM 読みたいはちょっと歌詞を変えて FM 読みたい仕様にしてますね。ヒフミズバー仕様にはならないんですかね僕自分の曲作るのも5年ぐらいかかってるんで、うん、このすいませんもう全、10年ぐらい待ってていやじゃあ10年待ちましょう。あ皆さんから拍手いただいてますありがとうございます、うん、コインも。あ兄さんウルトラハットツイキャスチャレンジチケット1枚ゲット。これなんすかこれ。わかんないです。初めて見た、うん、いや今日直樹さんお久しぶりです。いやお久しぶりですっていうか毎週会ってますからね定期的にねいない日もありますけど、はい、週1、うん、直樹さんのお家に行ってます。そうですね僕牛乳飼ってるんで。直樹さんの自宅知ってる方って少なくないですか。いやいますよ結構いますよ。あ本当に、うん、何で来たのかわかんないけどチケットを直接買いに来たり、うん僕の桜メンバーっていうんですよ、はいはいはい、その人なんか直接会いに来たり、うん、あと読みたん来たらちょっと寄ったよって連絡あったり、へじゃあちょっと2階登って一緒にお茶飲もうよって2階あるじゃないですか。僕が一度も上がったことない。あ今度上がりましょうよ時間あるとでも忙しいじゃないですか。ひふみさんまた名護に行ったり、はい、チョップのとこ行ったりそうそうそうチョップのとこでするからチョップとも仲いいんですよね。仲いいって言っていいのかどうか分かんないけど、うん、後輩なんですよ。で僕がとってもいち、うん、なんだろういつもお世話になってるターケーって言って、はい、ターケーの同級生なんで4つ下、うん、だから、その流れでチョップとかいろいろ関わってくれたり僕のライブに出てくれたり、うんうん、あのメンバー名前何でしたっけ。チョップなんかチョップなんかあれねだっね、4つ下なんだろう分かんない名前あるのか分かんないけど一応チョップも、うんうん主要なメンバーで足火え足火てん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 足火てんてん足火イベント名です、うん、あれイベント名の、うん、あれがチームの名前か分かんないけど、うんうんうん、てんてん足火ですね。てんてん足火です、うん、埼玉の子さん僕まるでよく行くのにワイフの実家チョップさん宅から近いはずよ近いあ確かに近いなんで埼玉の郷さんの、はい、嫁の実家もこの間行ったんですよ、はい、チョップの家から近かったチョップの家は僕は分からないですね。あ本当にターケーの家は知ってるけどターケーが分からない。ターケーはそのチョップなんかこのてんてん足火の主要、うん中心メンバーですよ。僕がいつも俺お世話になってるイベントやる時とかあと、うん、曲もね何でもできる人がいるんですよ。曲も作るんですか。曲も作って僕の曲をミキシングマスタリングっていうのもやってくれる人が読みたんにいて、へえ、すげえ。最近僕が全然作ってないんで連絡してないですけど、うんうん、いや作ったじゃないですかこれ。ああ、でも それは自分で自分でやってみたっていうことなんですけど、うん、読谷の人読谷好きですよね。ですねなんか、うん、わかんない多分田舎の人はそうなんじゃないですかね。那覇の人は那覇にアイデンティティを求めてないんじゃないですか。俺那覇んちゅだよって言ってもだから何みたいな。首里の人はねなんか言うの聞いたりするけど僕首里ですよ元々あそうなの、うん、そうなんですね。だけど喫水の首里んちじゃないんでまたそれがあるじゃないですかなんか、うん、だから、僕も首里んちの今やったいっぱいあるから好きじゃないんですよあった本当に上からの人いますよ。あなるほどね、うん、俺道歩いてたら怒られましたもん。もう怒られたっていうか首里の人に、はい、怒られたっていうか、うん、簡単に説明しますね、はい、電光掲示板背負って首里歩いてたんですよ。でそしたらおばさんに あんた何してるのって。いや、うん、僕はこのライブの宣伝でこのみんなと一緒にこれを歩いて、うん、背負って歩いてライブの宣伝で歩いてって、うん、ダルマ寺の方に行ったんですよ。でそこに願掛けをしてきましたって言って、うん、で、あそうなの、あんたライブ終わったらもう一回来なさいよって言って、うん、ダルマ寺に、うん、なんでですかって言ったら、あんたお願いしてその後報告もしないとダメでしょって言って、うん、あそうなんですねって言って、うん、めっちゃ上から言われて、それは普通だな。あそうなんですね。あそうなんです、まあ、言い方としては、まあまあまあ、シージャーになるでしょう多分おばさんとかでなんかねその後も行きましたダルマでほら埼玉の子さんもそりゃそうだ。あそうなんですね。すいません僕全然分かってない。いやもう本当に結構ね皆さん神様とか、うん、ああいうとこのお願いを行くけど、はい、
俺に行かないんだ。ああそっか、そう失礼しました。僕すいません申し訳ない。常識の大体ね、常識の常識の品川さん、うるま市めっちゃバカにされますよ。あれなんでかな、品川さん、うるま市もめっちゃバカにされる。いや多分僕そのね、やっぱ地域のアイデンティティがあって、うん、で僕はそれを前に打ち出してるんですけど、うん、ひふみさんがその首里の話したじゃないですか、はい、やっぱ読谷にもあって、うん、すぐ短く言いますね、はい、僕の父ちゃんのお兄さんが亡くなった葬式があったんですよ、はいはいはい、だから僕のお父さんも父ちゃんも亡くなってるんですけど、うん、ニーニーの葬式なんで、うん、もうおじさん、おじさん、10年ならないかな、うん、その時、うん、みんなが集まるじゃないですか、もう70後半ですよ、はいはいはい、おじさんの同級生とか、はい、で話してるの聞いたんですよ、うん、そしたら、なんかおじさんなんかが誰かの話をしてるんですよ、うん、あれよあれ、あっちのあれよつって、うん、どこのよ、あのあれよ、あの桐生民のつって要は桐生民ってよくそこから来たって人意味じゃないですか、はいはいはい、だから俺それ聞いてびっくりしたのが、うん、要は読谷に住んで多分50年以上住んでるけど、うん、まだ桐生民って言われるんだと思って、あもう余儀にもありますよ、那覇の。あそうなんだ。83回ってあって、はい、那覇市余儀村はもともとこの83世帯から始まったんで、はい、世帯数すごいんですよ、はいはい、都会になって、はい、83回誰も入れないんですよ。え、はい、後から来た人は入れない、もうあの一子相伝みたいな、もうその送った以外は入れない。え、めっちゃあるじゃないですか、フリーメイソンみたい。闇の本当に、本当に。え、悪いことしてるんですか？してない。あのね、角のある動物の骨を隠してるっていう噂が。どういうことですか？イルミナティじゃないですか、もう。これ、マジで、これ、今の83回なんですよ、皆さん、月下精進に、ユーリキアに聞いてください。笑いますから。どこの、ヨギ？那覇市ヨギ。ヨギの83世帯が始まりなんですね。始まりの83回で、そこから、でも、じゃあ、そこの、直径の人は、なんかやっぱすごいパワーが、そう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 、パワーというか権力があるっていう。そうそうそう、今マイク落としますけど、はい、っていう方たちはそこのもう進化牛耳ってるともう余儀でこの名前言ったらもう誰でも通じる。すごいですね。こった来たら道開けるみたいな感じでしたし、やっぱ地域によっていろんなあれがあるんですね。あの言い伝えというか、ヒンガーさん、ヒープさんのおかげでうるま市が人気になったのも否めないって言いつつ、うるま市がバカにされてるのは周りに原因が悪い。周り関係ないよ、周り関係ないよ。いやでもね、はい、でもこの地元のことをね、もうそんなもういじられて、チューブって結構いじられるの好きな人が多いんですよ。ああなのかな。だからそのうるま市もちょっとバカにされてるって言ってるの、美味しいと思ってるんです、まあ、その自分の土地をこのひげするっていう、うん、ひげですか、ひげというか、まあ、そこまでひどくはないんですけど、なんかまあネタにするみたいな、ネタにする笑いの種になるのも、で首里とかで那覇の人あんまりそれ好きじゃないんですよ。あなるほど、そういうのが、あのね、あれ冗談が通じないというかね、要はその城下町、一応お城の、うんうん、首里城のその城下町じゃないですか、だからプライド、うん、そこでプライドがあるみたいな、そうそうそう、そうだから僕ね、うん、あれも聞きましたよ、読谷村ザキミの、うん、やっぱあの辺の人、あっちの人は、うん、やっぱプライドあるって聞いたけど、うん、本当かどうか分かんないあそこ城下町だよって言われてるけど、確かに城下町ではあるんですね、一応ね、城下町って言ったら内地のイメージですけど、一応、うん、沖縄もあの石垣の城があるんでね、そうそうそう、うん、城ってめっちゃいっぱいあるんですよね、沖縄。ね、元グスクと呼ばれてるところね、その100、200とか世界遺産登録されたのは10個かな、10個ぐらい、うん、なんですけど、それ以外に各部落に一つぐらいあるような勢いで、浦添城址があるじゃないですか、はいはい、あそこってちゃんとしたグスクなんですけど、うん、なんとその戦後、うん、浦添ってお金があるから整備したらしいんですよ、公園作ったり、はいはいはい、でコンクリートで道作ったりして、うん、だからもう現状復帰できないから、ああもう元の地形が作れない、そうで、うん、他のところはその、うん、他の自治体はお金がなくてそのまま手つかずにしてたっていう、はこれ話ですよ、でその後世界遺産に登録できるよってことで整備していろいろ直していって登録されたら人気の観光地になったっていう。ああなるほど、今浦添市なんですよ、あんまりしないわけです、
すみません、嘘です。そう、あの白草リッジ。いや、とっても大好きですよ。俺、ヨードレとかね、ヨード散歩しに行きますから。嘘でしょ。本当本当。夜怖いよ、あっち。あ、怖い怖い。めっちゃ危ない。俺昼しか行かないですけど。僕あの歩き歩きしてたんですよ。あ、やってましたね。で歩き歩きを、うん、あの僕基地で働いてるんで、基地の中でやってたら基地で働いてるって言う、あんまりもうつまらないんで、うん、いろんなカデナで歩き歩きしちゃったんで、歩き歩きしたり、浦添の各市町村の大公園っていうんですか、うん、あの穴穴 ANA ANA なんとかってなってますよ今。あれでしょ、公園、あのはい、福里武史の死後あるでしょ。あ、そう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 、武史さんの武史さんの場所ですよ死後挨拶して入らないと。なるほど。カーボーイさん、フレッセイ上司はあれ戦争で、あ、これ あれだ あれ白草リッジのことですかね、相当激戦地だったから、慰霊碑があるから、うん、致し方ないと思う、整備するのは僕たちのたまり場だったよ、下の方大岡のところはね、この人地元だからあっちたまり場だったんですよ。カーボーイさん、それあっちら辺なんですかね、あのちょっと離れてはいますけど、うんうん、地元浦添なんで、自分も浦添だったから近くで終わったんですけど、そうなんですね、あの辺でも通ってる時からあの近寄らなかったです、なんか、うん、公園は、うん、あのね、うん、この人住んでるんじゃないかなっていう人が自転車乗って歩いてどこの公園にもいるそれ浦添、浦添、浦添は僕歩けるしてたら、うん、この人自転車めっちゃ汚れてるけど、うん、ここら辺に住んでるんじゃないかなって人がいましたね。本当に結構あっちこっちいるんだよ違うんですよ、直樹屋さん、はい、今日テーマがバイクなんですよ。あ、そうだそうだ、バイクはいはいはい、オートバイの話をしようかなと思うんですが、うん、あと5分ですけど、どうしましょう。あ、僕、うん、最近あのスクーター買って、だからさ、最初に買ったのは違うスクーターだったでしょ、2台目でしょ今乗ってるの。2台目っていうか昔、うん、あの125乗ってて、はいはい、でそしたらあの手短に言いますけど、はい、魂、はい、一緒に番組やってる魂が、ええ、あいつが SR 買ったんですよ、はいはい、去年、はい、買ったのかもらったのか、ね、もらったかなんかだったと思います、ね、うん、そっからね、うん、めっちゃいいなってなって、うん、バイク乗りたいってなって、うん、でもう我慢できなくてジモティーってとこでずっと探して、うん、1万8000であのリード100っていうのを買ってそれであの、あれ1万8000だったんですか。そうそう、めっちゃ安いじゃないですか。したらもうエンジンなんだ、めちゃくちゃあちこち悪くて、はいはい、オイル漏れ、うん、ブレーキ効かない、うん、ライトつかない全部ね、あの YouTube 見ながら直しました。あの会社から道具借りてきて。もともとバイクいじってことあったんですか。ほぼないです。あのマフ家に溶接機があったんで、うん、マフラーを溶接したぐらい昔。でも本当それぐらいで。溶接もできるんですか。本当ポコン、ハンマーで叩いたらポコンって外れるぐらいの溶接ですよちゃんと溶けてないやつ、うんうん、埼玉の郷さん、直樹屋さんは自転車でヘドミサキ行けばいいの。あの埼玉の剛さん、これあのあ郷さんか、これ剛、うん、郷さんですね。あのヘド、今回あのスクーターでヘドまで行きました。きついでしょ。めっちゃきつかった、うん、あのでもね、一回行ってみようと思って、もうスクーターが好きすぎて、うん、もうね今ちょっと暴走族の気分ですあの風になりたい僕はあの直樹さんのお家に入ったって言った帰りに、はい、あの女村ですれ違いまして、一度、え、バイク乗ってんの、うん、あ、本当横田ビーチのところの通り、あ、なんかあっちで一時期よう、うろちょろしてました、うんうん、ああ違う、ノキヤだった、ノキヤだと思って、うん、それ黄色いあのジャンパー着てますよ、ジャンパー着て、ジャンパー何色ってか覚えてないですけどね。でそれにしても、もともとバイクって乗ってたんですか。SR125 っていうあの自連で乗るようなものをもらったんですよ、うんうん、SR の125って昔あるあるんですよ、あの125ってのがあって、よく見たらスッカスカでしょ。もう本当、あのね、80年代の代で、うん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 、ちょっとね、アメリカンが流行ったんですよ、偽物アメリカンみたいな、はいはいはい、あの90年代も流行ったんですけど、うん、その前に一時期流行ったのがあって、うん、だからもうね、そのタイプだった、アメリカンタイプの、そうちょっともうダサいんですよ、もうめちゃくちゃダサくて、はい、今のリード100もかっこいいかって言ったらちょっと怪しいですけどいや、リード100はかっこいいですよはい、あの色褪せた、や日焼けした、あのシルバーが日焼けしたちょっとあのガンメタっぽくなってるのがまた味もあですよ。あれあのね、綺麗にしない方が盗まれないと思って、うん、中学生が盗むんじゃないかなと思って、俺の直結であのかかるんで、こんなしたらかかるじゃないですか。何ですこんなやつがあって、こんなあの
ラジオ中で棒のやつを回したらあのかかると思うんで、ああ鍵穴にね、そう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 、マイナスオレバ突っ込んで回ってます、そうだからめっちゃ怖いんですよ。だからあんまりかっこよくしたら盗まれると思うんで、沖縄あれですよ、バイクと自転車の盗難すごいらしいですよ。え、マジですか。だからダブルロックって言うんです、警察は。え、どういうことですか。ハンドルキーとチェーン2つ、チェーンもなんですね、うん、あ、ね、僕のは、うん、まあ盗む人は相当あれですね、ツーストが好きな人なのかなって。いや、今のわらばた意味わからないと思ってる可能性もある。本当ね、気をつけ、ツーストってもうないでしょ。ないです、ないです。僕もツースト乗ってますけど。ひふみさんも好きなんですか。ジャイロ仕事でジャイロの3輪を乗ってます。なるほど。ジャイロって作ってます。いや、作ってます。今4気筒が出てます。ヤクルトさんが乗ってます。あ、4気筒のやつ、三輪車。あ、そうです。ブルーナンバーだったらヘルメットやらなくていいやつね。そう、僕はあの登録してノーヘルで乗ってます。マジ、はい、あれ最高ですよ。怒られますよ、お前ノーヘルだなって。知らない人は、あのノーヘルにして僕10年ぐらいなんですけど、10年前しっちり怒られた。ヘルメットはっつってみんなに言われた。大丈夫です。信号持ち知らない人、青ナンバーだからね、うん、で和なんですよあれ。あ、そうなんですね。今は違うのかな、僕の和ナンバーですね、うん、青ナンバーということで、はい、10時台もこのまま直樹屋さんとバイクの話をしていきますので、ぜひ皆さんチャンネルそのままで聞いてください。 BGM はこの曲何ですか。オレオレロック1395578です。口座番号です。あ、みんながいろいろ言ってますね。そうそう、あ、ツイキャス僕も見、あ、なるほど、あ、これあ、それで、はい、少し見ていいでしょ、見ながら返事していいでしょ。ツイキャス行きましょう。今ね、もう今直樹さんと話盛り上がってるけど、ツイキャスが全然拾えなかったんで、ツイキャス南京さん、今日稲妻ナッシングしますね。困った時の南京さん、慣れてるって言ってたよ、 YouTube に。いいですよ。なんで今日魂さんから聞いた。なんで魂さん、カズさんは誠実してんのかな。来週木曜日行ってるんですよ、誠実で。みんな優しいですね。全然あれがない、あの誹謗中傷が一個もないですね。皆さん、桜の会に入ってください。誹謗中傷全くないですよ。いや、ないっすよ、ないっすよ。めっちゃ好きは、みんな優しいんですよ。最高っすね。うん。裏垢で言わないのかな。裏垢でもないです。FM ゲノマンのリスナーさん、みんな優しいんですよ。優しいっすね。はい。東さんは今までヘルメット注意だけど、なわけないだろ。ダンサーさん、大型持ってんのかな。7半持ってんの大型。あ、そっか、 GSX 乗ってましたよ。ダンサーさん、うん、へ、この沖縄にそのレンタルバイクで。そう、あ、テーマはさ、トライク扱いじゃないんですよ。あれさ、そうなの。トライク扱いじゃない。トライクって、はい、バイクの免許で運転できるんですけど、はい、ジャイロのあの登録は原付免許、自動車免許じゃないと運転できないんですよ。自動車登録なんです。あれだ、じゃあ扱い自動車、配達とかのあのちっちゃいミニカーみたいな。そうそうそう、ミニカーと一緒。ミニカー、あの青ナンバーは自動車免許と、あの普通あのバイク、自動車免許持ってない人は運転できないんですよ。へ、違反も自動車と同じ罰金と点数なんです。もう完全に三輪車ですね。車車両登録で。へ、だからあれはブルーミサ来た。ここで誹謗中傷するやついたら全員叩かれるようじゃんけど、ブルミさんいらっしゃる。その通りです。デイジの力ある人たちがコメントしてる。これ、ま、あのあれなんですね、CM の時も聞こえてるってことなんですね。はい、あのこっちでボリューム調整するんですけど、僕はもう全部オンにしてます。ああ、そう言ってたや、うん、裏話が面白い。放送できないところ、さっきの白間の話とか今言うけど。ダンサーさん、直樹屋さんにお世話になってるのはね、誹謗中傷などしませんよ。お世話ならなかったらしてるんかい。例えば貧乏出ししてる。めっちゃ怖かったですよ、これ。だ、本当に貧乏出してる。本当にさ、うん、俺が後ろで作業してる時、ピンポンダッシュしてるんですよ。うん、あの裏分かるじゃないですか、おうち。裏にいる時、なんか、そしたらあのダンサーズさんとみそさんが来て、うん、前でピンポンダッシュしたよみたいな。本当にね、やっ
ぽさん、直樹屋さんのフェイスブックで文句コメントするねって誰ですか、ヤンポーさん。ヤンポーさん、最近暴れん坊です。高校生の時に雨降る、街を家にバイクを走らせていったらタイヤがツルツルだったな。前の日の雨が降ったのに水たまりにはまって黒木に突っ込みすぎるメーターが割れたことがある。12号のハンドルも歪んで帰り大変だった。いやもう事故したことあります？いっぱいありますよ。車の前はバイクでやってたの？そうでもない。バイク便、牛乳は配達車なんですけど、僕はダブルワークずっとしてて、はい、今もやってるんですけど、